皆さんこんにちは。新人看護師の皆さん、仕事の初期段階での不安や迷いに直面していませんか？今回の動画では、実際の病院で求められるスキルと知識のギャップを埋める方法を詳しく解説します。具体的なケーススタディとともに、日常業務で直面する問題の対処法を学べるので、この動画を最後までご覧になれば、自信を持って職場で活躍できるようになるはずです。当チャンネルは、看護師の皆さんが直面する様々な悩みやキャリアの転機にフォーカスを当てた専門チャンネルです。看護師としてのキャリアパス、職場の悩み、転職の際のアドバイスやヒントを提供します。気になる方はチャンネル登録しておいてください。また、LINE では看護師さん向け電子書籍5大特典プレゼントが無料でもらえますので、下の概要欄の方から登録をお忘れなく。それでは、本編をご覧ください。新人看護師が直面する一般的な問題点。まずは、新人看護師が直面する問題点についてです。新人看護師が仕事を始めた際によく遭遇するのは、患者のアセスメントの難しさ、薬の管理の複雑さ、そして緊急時の対応の迅速さが求められることです。これらの問題は、新人看護師にとって大きな挑戦となります。その理由は、看護学校で学んだ知識と実際の現場で求められるスキルにはギャップがあるからです。例えば、実際の病棟では患者一人一人の状態が刻々と変わるため、学校で学んだ内容をそのまま適用するだけでは対応しきれない場面が多々あります。具体例を挙げると、ある新人看護師は、緊急時に患者の状態を正確に評価し、適切な対応を取ることに苦労していました。しかし、先輩看護師から具体的なケーススタディを通じて学ぶことで、状況判断のスキルが向上し、自信を持って対応できるようになったという事例があります。以上のことから、新人看護師が直面する問題点は、教育と実践のギャップにあると結論付けることができます。この問題に対処するためには、現場での継続的な学びと、経験豊かな先輩からの具体的なアドバイスが不可欠です。職場で感じる不安とその原因。次に、新人看護師が職場で感じる不安とその原因についてお話しします。多くの新人看護師は、自分の技術や知識が患者さんにとって、十分でないのではないかという不安を抱えています。この不安の大きな理由は、新人看護師が自己のスキルに自信を持てないことにあります。新人看護師は臨床経験が少ないため、突発的な状況や複雑な患者のケアに直面すると、どのように対応すべきか判断が難しいです。例として、新人看護師が夜勤で初めて患者の急変に遭遇した際、どのように対処すべきか迷い、結果的に対応が遅れてしまったという事例があります。しかし、この経験を教訓として、以後はより積極的に学び、緊急対応のトレーニングに励むことで、同様の状況に対しても、迅速かつ適切な対応ができるようになりました。したがって、職場での不安を解消するには、実践的なトレーニングと経験の積み重ねが鍵となります。また、不安を感じた時には、その不安を隠さずに、先輩や指導者に相談することが大切です。基本的な職務スキルの解説。患者のアセスメントの基本。患者のアセスメントは、看護師の業務の中でも、特に重要なスキルの一つです。このプロセスでは、看護師が患者の全体的な健康状態を正確に評価し、どのような医療介入が必要かを判断します。例えば、新しく入院した患者さんの場合、その人の健康状態全般を把握することから始めます。これには、患者の身体的な症状だけでなく、心理的な状態や社会的背景も含まれます。詳細なアセスメントを行うことで、患者に最適なケアプランを作成し、適切な治療やケアを提供する基盤を築くことができます。薬の管理と投与の注意点。薬の管理と投与は、看護師にとって非常に責任の重いタスクです。間違った薬の投与は、患者に深刻な影響を与える可能性があるため、極めて慎重に行わなければなりません。看護師は薬を投与する際に、5R の原則に従う必要があります。これには、正しい患者に、正しい薬剤を、正しい量で、正しい方法、正しい時間に投与するという5つの要素が含まれています。例えば、患者さんが複数の薬を服用している場合、それぞれの薬の相互作用や副作用に注意しながら、適切なタイミングで正確な投与を行うことが求められます。緊急時の対応。
緊急時の対応能力は看護師が持つべきもう一つの重要なスキルです。緊急状況では迅速かつ効果的な判断が必要とされ、時には患者の命を救う行動が求められます。例えば患者が心停止を起こした場合、看護師は直ちに心肺蘇生 CPR を始めなければなりません。このような場面では速やかに正しい手順を実行するための訓練と経験が非常に重要です。心停止の他にも重大な出血や急激な健康状態の悪化など様々な緊急状況が考えられます。それぞれの状況に応じて看護師は冷静かつ迅速に対応する必要があります。このように新人看護師が初めての職場で直面する可能性のある様々な状況を理解し、適切な対応を学ぶことは自信を持って業務に取り組むために非常に重要です。コミュニケーションスキルの強化、先輩看護師や医師との効果的なコミュニケーション方法。まず職場での効果的なコミュニケーションは非常に重要です。それはチームワークを促進し医療ミスを防ぐためです。例えばある研究によると、医療チーム内のコミュニケーションの欠如が医療エラーの主な原因の一つであることが示されています。ですから新人看護師は先輩看護師や医師とのコミュニケーションを重視し、積極的にフィードバックを求めることが推奨されます。例えば指示が不明瞭な場合は遠慮せずに確認を取るべきです。このようにして医療チームとしての協力を深めることができます。患者や家族との信頼関係を築くコミュニケーション技術。次に患者やその家族との信頼関係の構築も看護師にとって極めて重要です。これは患者の満足度と治療の成果を直接的に向上させるからです。例えば患者が自分の治療プロセスを理解し安心感を持つことは治療の効果を高めます。したがって新人看護師は患者に寄り添う姿勢を見せ、患者の話に耳を傾け、感情に共感を示すことが求められます。例を挙げると、患者が不安を感じている時にはその不安を軽減するためにどのように対応したかを具体的に説明することが役立ちます。職場でのプロフェッショナリズムを保つためのヒント。最後に、職場でのプロフェッショナリズムを保つことは看護師としての信頼と尊敬を築く上で不可欠です。これは自分自身だけでなく患者に対する敬意を示すことにもつながります。実際プロフェッショナリズムを維持することは職場での自己成長にもつながります。例えば時間管理を徹底し、約束を守る、正しい服装を心がけるなどが挙げられます。これらはすべて周囲からの信頼を得るために必要な行動です。これらのコミュニケーションスキルの強化は新人看護師が職場で成功するための鍵です。どの技術も実践を通じて徐々に向上させていくことができますので、積極的に取り組んでみてください。よくあるミスとその対処法、新人看護師が犯しがちなミスとその予防策。新人看護師が直面する典型的なミスの一つは、患者の情報を完全には把握していないことにあります。このような情報の誤解は診断や治療に重大な影響を及ぼす可能性があります。ミスを防ぐためには患者のカルテを丁寧に確認し、特にアレルギー歴、既往症、現在の病状に注目する必要があります。さらに処置や投薬を行う前にはこれらの情報を再度チェックすることが重要です。この確認プロセスをルーチン化することで潜在的なミスを未然に防ぐことができます。ミスをした時の正しい報告と対応の仕方、もしミスを犯してしまった場合、それを隠すことなく速やかに報告することが非常に重要です。この迅速な行動は患者に及ぼす影響を最小限に抑え、適切な対策を早急に講じるためのものです。例えば誤って間違った薬を渡しかけた場合、直ちにその処置を中止し、詳細を上司や同僚に報告し、さらなる指示を求めるべきです。このような透明性は信頼の構築にも寄与し、同様のミスを防ぐための教訓となります。ストレス管理、長期的に健康を維持する方法。新人看護師はしばしば高い職場のプレッシャーに直面し、それがストレスの原因となることがあります。効果的なストレス管理は看護師として長く健康に働き続けるために不可欠です。ストレスを管理するためには定期的に自己ケアを行い、リラクゼーションを取り入れることが勧められます。具体的には趣味や運動を週に一度は行うこと、また必要に応じて心理的な支援を受けることが有効です。
仕事以外の活動に時間を割くことで、仕事のストレスから距離を置き、精神的なリフレッシュが可能となります。このようにして、ストレスを適切に管理することは、職業生活だけでなく、個人生活の質を向上させるためにも重要です。まとめ、新人看護師が直面するミスを未然に防ぐためには、患者の情報を丁寧に確認し、常に確認ルーチンを徹底することが重要です。万が一ミスが発生した場合は、速やかに上司や同僚に報告し、適切な対応を取ることが必要です。また、職場のストレスを効果的に管理するためには、定期的な自己ケアとリラクゼーションを実践し、必要に応じてサポートを求めることが推奨されます。これらの実践は、新人看護師が安心して職務を行い、長期的なキャリアを築くために役立ちます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。よければ、チャンネル登録よろしくお願いします。この動画が皆さんの役に立てば幸いです。これからも看護師としてのスキル向上のために、このチャンネルを活用してください。次回の動画でも、皆さんの業務に役立つ情報をお届けします。コメントや質問は、ぜひ下記のコメント欄にお寄せください。それでは、次回の動画でお会いしましょう。